よろしくお願いします。それではお相手の方、白球の方ですね。さあちょうど鬼殺し将棋ボード始められてから、まあ、着々と球を昇級されてる方ですね。ここは上がっときましょう。6二金型なんですけど、この6二金は間に合わないと思います。さあ飛車先の歩ついてきたら王手飛車の筋も残りますね。これは一回、間に合う、あれしまった、間に合っちゃったか。でもちょっと待ってよ、いや間に合わないか、いずれにせよ。2分30秒叩きの歩。それはもう勝負に出るしかないですね、ここは。さあかなり厳しい状況ですが、もう勝負に出るしかないんでいきましょう。いやそれ結構厳しいな。2分、ちょっとこの角を攻めていくしかないですね。あ、しまった。まあいいでしょう。いや厳しい、かなり厳しいです。ただまだできないことはないか。銀成りとか、あと5四歩とか楽しみがありますね。お相手の方の8筋の飛車が走る前に何とかしたいですね。これは歩を叩いて出てくる。1分30秒。さあこれ金動いたら分かんないですよ、まだ。これは一回飛車にプレッシャーかけて、一回王手して、これは罪ですね。いやなんとか最後強引な攻めですが、有効活用、駒を有効活用できたと思います。ありがとうございました。お前が後手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。四間飛車、四間飛車で、あ違いますね。あやっぱ右四間飛車か。縦石竜、
いや早くもちょっとこっち劣勢ですね。はい、といて、でもこれ取るしか2分30秒飛車回り結構厳しいんじゃないですか。さあこれは結構厳しいですよ。竜は確定、なので攻めてって感じですね。あーしまったしまった。ちょっと面白いな。しまった。これは2分、飛車これで詰むよ。取っとくよ。飛車詰んでますね。さあ優勢にはなってると思うんですが、どうでしょう。そこの金打ちはちょっと若干ぬるいような気がします。これ今取る必要なかったか、積んでないですか。3-4桂馬厳しいと思います。いやちょっと読み切れてないんですが、ここに1分30秒、ちょっとこのとりあえず美濃囲いチックなところから玉をおびき、あそれは罪ですね。最後ちょっとお相手の逃げた場所が悪くて詰んだんですけども、優勢だったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。